今日は報告があります。プロチームトップに入りました。どういった経緯でね入ったのかとか、今後の活動について話しながら通常マッチやっていきます。さあ、ってことでやっていきましょう。勘違いされてる方もいらっしゃると思うんで、先に言っとくけども、選手じゃないからね。トップの選手ではありません。トップの選手として入ったわけではなくて、ストリーマーとして入りました。なんでね、リーグ戦とかは全然出ないし、プロの選手として活動するわけではないのでね、そこだけ勘違いしないようにお願いします。まあ、ストリーマーとしてなので、動画投稿とか、まあ、そういったところでトップの選手を紹介したりね、あとトップ公式チャンネルで僕の解説動画が上がったりとか、そういった感じになります。でね、トップって、今 B 級プロチームっていう枠組みなんだよね。プロチームには3段階あって、B 級プロ、A 級プロ、S 級プロってのがあるんだよ。で、まあ今トップはね、B 級プロチームなんで、A 級プロに引き上げたいんだよね。でね、A 級プロ、S 級プロになると、荒野行動の運営さんから、いろんな支援が受けられるんよ。そう、だから、なんとしてでも A 級プロにしたいんだけど、A 級プロになるためには、トップの公式チャンネルの再生数がね、大事になってくるんだよ。痛すぎ。うわ、なんか投げ物飛んできそう。飛んでこないか。あ、一回いる。よいしょ。じゃあ、A も行っていくか。ちょっと怖いけど。はい、OK。ナイス。ちょっと。さあ、これ確定入れるふりしちゃおっかな。やばすぎ。でも次、オッケー、ナイス。まあ、要は、トップ公式チャンネルの再生数が上がれば、トップもね、なんとか A 級プロになれるんだよね。そう、だからそのためにも、トップがね、ちゃんと A 級プロになれるように、僕は今後頑張っていくという感じになります。でね、そのトップのストリーマーとして活動していくから、普段の動画投稿の頻度が落ちるとか、そういったことは全くないんで、普段の動画投稿プラス、トップ公式チャンネルの方でも動画を上げていくっていう認識でいてください。まあ、なんでね、動画概要欄にトップ公式チャンネルのリンク貼ってあるので、この動画見終わったらぜひねチャンネル登録しておいてほしいんだよね。なんかいる、忘れる。これ絶対イモってるっしょ。マンションまで行ったのこれ。いた。はい、オッケー、ナイス。なんでね、ぜひね、僕のことを応援してくれる方はぜひぜひトップの公式チャンネルの方でも動画見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。頑張ります。待って、裏にもいる。待ってる。OK。いや、まあ今後はね、そのトップのプロ選手と一緒に動画撮ることも増えると思います。なんで、まあそういった時にどういう企画をやってほしいとかね、この動画のコメント欄に書いておいてほしいんだよね。今まではさ、ずーっとまあ一人で撮ってきたわけじゃん。まあたまに猛者紹介したけど、これからね、プロを紹介するっていう、プロと一緒に動画撮れる機会が増えてくるから、めちゃくちゃね、楽しみなんだよね。やばすぎ。やばすぎ。これ絶対降りてくる。間に合い。よし、バレてない。残り人数が半数になりました。怖っ。ナイス。まあ、どれだけね、トップの選手が動画撮影にね、協力的なのかにもよりますけども、まあまあまあ、多分大丈夫だと思う。多分トップの選手たちもね、B 級プロよりかは A 級プロにね、なりたいと、多分思ってると思うから。まあ昔からね、僕の動画見てくれてる人はね、まあ、なんとなくわかると思うんだけど、もともとね、家に帰るっていうところにも所属はしていたんだよね。そう、で、まあ、いつの間にか辞めてるじゃんって、みんな思ってると思うんだけど、ちょっとね、まあ、いろいろあって、辞めたんよね。ちょっと動画削除依頼とか、やば。めっちゃロー、めっちゃロー、めっちゃロー。痛すぎ。右もいる。しゃかってる、しゃかってる。いやー、まずいなー。ちょ、回復したい。怖ー、敵。まあ、いろいろね、家に帰るときは、なんかまあ、入ってたら逆に、活動の幅が狭まってしまうというかね。そういったことがあったので、まあ、やめたんだけど、一人。
撃ってこないな。焦れ焦れ、めっちゃローでしょう。多分3回やってくる。まあ、トップに関してはね、多分まあそういったことはないと思うので。おい、置きくれ成功、ナイス。あとそこだけか。やっちゃうよ。やばやばい。はい、オッケー、ナイス。さすがに動画削除依頼来た時はマジでビビったな。いや別にさ、著作権とかに侵害してたわけじゃないんよ、別に。ただただなんか指切りのリズムを、勝手に解析して、勝手に動画にしてたら、なんか、めちゃくちゃ怒られたんだよね。まあでもその時はさ、まあなんだろうな、納得はしないけどさ、まあなんか、削除しろって言われたから削除するよねって。俺が悪いのかなーって思ったりしたんだけど、いや、今思えばちょっと意味わかんないなって。やばすぎ！待って、どこ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 ？あ、そっか、やばい。一旦逃げた方がいい。やばい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 。なんかいるね。ここに止めて。あ、めっちゃ来るじゃん。やばい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 。いかつ！これ上取れたっしょ。激怒激怒、ガチ激怒。はい、オッケー。ナイス。挙句の果てに、その、なんだろうな、なんか、その選手か、その勝手に紹介しちゃった選手に、ブロックされるっていうね、もうなんなの、マジで。なんなの、マジで。腹立つなぁ。まあ、そういうね、ちょっと胸くそ悪いこともあったりしたんで、まあ、やめたんですけど、まあ、詳しくね、具体的には言わないけど、で、まあ、そういったね、経緯を知っていただいている方がね、いらっしゃいまして、まあ、その方がですね、よければ、トップ、入らないかっていう、そういったね、お誘いがありまして、今回はね、このような運びになりました。まあ、正直ね、僕自身、プロチームのストリーマーとして、うまくやっていけるかどうかは、すごく不安なんですけど、そのね、まあ、炎上とかね、やっぱりチームの印象を下げてしまうこともあると思うんですよ。あると思うんですよ。ってかやっちゃいけないんだけどね。やっちゃいけないんだけど、まあ、そういった炎上ごとに関しては、より一層ね、気を引き締めて、できる限り炎上しないような、ツイッターでの立ち回りとか、そういったところはね、気をつけていきたいなと思っております。まあ、今回ね、このような報告動画ね、見に来てくれて本当にありがとうございます、皆さん。もう本当にね、僕一人の力では、まあ、プロチームであるトップにはね、ストリーマーとして入ることはできなかったと思います。本当に皆さんがいつも動画を見てくれて、高評価ボタンを押してくれてるおかげです。本当にありがとうございます。今日の動画もね、高評価を押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。今日のね、高評価の目標は、300で行きましょう。さあ、なんかいる。OK。ナイス。あと一人どこだ？あ、キラーいる。出てきた。オッケー！ナイスー！